カレル・ポボルスキーは、チェコとジェボニ出身の元サッカー選手。豊富な運動量と抜群の瞬発力で、右サイドを駆け上がり正確なクロスボールを供給する。テクニカルなドリブルを駆使し、そのままシュートに持ち込むこともある。長年にわたって、チェコ代表の右サイドに君臨した。118キャップは、ペトルチェフが更新するまで、同国の最多出場記録だった。 u e f a ユーロ9 6で右サイドのスピードスターとして突如頭角を表し中世風の挑発スタイルという用紙も手伝って一気に注目を集めるグループステージではパベルネ・ドベドと共にイタリアを破る原動力になったほか準々決勝のポルトガル戦では大会のベストゴールと言っていいような素晴らしいループシュートを決め最終的にはチームを準優勝へと導いた 1996年、この活躍により、イングランドのマンチェスターユナイテッドへ移籍。しかし、髪を短くするのと比例するかのようにプレーに輝きが見られなくなり、またデビッド・ベッカムの台頭により、出場機会にも恵まれなくなった。その後、ポルトガルのベンフィカで、本来のプレーを取り戻したが、チェコ代表では、フランス W 杯、日韓 W 杯ともに、 欧州予選のプレーオフ敗退という浮き目に遭い、ショックから一時は代表引退を表明する。日韓 W 杯後、当時所属していたイタリアのラツィオを退団し、祖国のスパルタプラハに移籍。ここで代表への意欲を取り戻した彼は UEFA ユ u ロ2004に臨み、ベスト4進出の原動力となる。同大会のベストチームと評されたチェコ代表であったが、2年後の ドイツ W 杯ではグループリーグ敗退。これを受け2006年7月代表引退を宣言した。2006年ユース時代を過ごした SK リナモチェスケーブジェヨビツェに移籍。2007年5月に現役引退した。マンチェスター U 時代にチームメイトだったエリック・カントナとは信仰が深い。ツヨ対談のきっかけとなったのは2001から0に。 シーズンの最終節、インテル戦で2ゴールを挙げ勝利に貢献したにも、かかわらず、一部サポーターからブーイングを浴びたことだと、言われている。世界遺産に登録されている、チェコ南部のチェスキークルムロフには、ポボルスキーのファンショップがある。ありがとうございます。